ゲッサーね、そうスバちゃんと団長で、あのペコラッチョとネネチでさ、あの22でやったんだけどさ、ほんとね、最初さ団長ペコラッチョから深夜の2時ぐらいにディスコ来て、モエル突然だけど27日金曜日の21時からペコラチーム VS スバルチームでジオゲッサー1セット過去5回場所を当てる対決やろうと思うんだけど、予定空いてたりしないかなみたいな感じであの1時だった、1時半、そう夜中1時半に連絡来て、おーっと思って、ちょうどさ空いてたから金曜日定休日にしてるから、まあまあ21時ならと思っていけるよっていう話をしてね、そうなんか結構突然かなペコラッチョで、ペコラッチョからだったから、団長てっきりペコラチームやと思ったんよ、ノエペコでやんのかと思ったらさ、まさかのスワちゃんだったから、いやめっちゃ緊張したんだけど、いやでもね、その気持ち悪い自分を出さず、まあまあ気を使ってくれたんかな、いや多分何もそういうのじゃないと思う、多分普通にいろいろ考えてじゃないかな。ノエペコでなんか協力するっていうのって、なんかバイオ6でやったけど、なんかでも対決が多いから、やっぱなんじゃあ対決にするかみたいな、あずきちゃん VS ホロメン連合で対決みたいでもね、ジオゲッサーって数の暴力できないんだよ。あ、でもできるか、できるか、あ、いいね、それやりたいの、あずきちゃん VS ホロメン5人とかでさ、もうラスボスだね、ラスボス、それでも勝てない